さて今年もボジョレーヌーボ解禁間近。いやうちも超楽しみ。毎年発表される大げさなキャッチコピーも話題ですよね。100年に一度の出来とか10年に一度の味わいとかめっちゃ持ってるやつやろ。で結局当たり年はいつっていう。まあトドのつまり毎年良い感じに当たり年ってことですね。ワインなだけに良い感じってことで。ただいま予約受付中。予約するしか。